群馬の由美子です。今日は2022年11月9日水曜日です。前回哲さんに音について教えていただきました。その後同じ四季島公園で哲さんにいろいろ私から質問して、音のことを教えてもらいました。その様子を録音しておりますのでお聞きください。何回かに分けて動画アップしていきます。私の質問がですね、最初の方なんかは本当にアホみたいな感じ、アホみたいっていうかね、本当にね、どうしようもない感じだったのでちょっとカットしているところもあります。それではお楽しみください。哲さんに音についてね、教えていただきながら、哲さんはね、群馬交響楽団の定期演奏会にもよく通ってらっしゃる。いつもですか？もうずっと。3年、5年ぐらいかな、5年ぐらい。そうなんですね、はい、もう通ってらっしゃる。で、吹奏楽もやってらっしゃるんですね、昔。そうですね。そういうなんで、音楽のクラシック音楽とかよくご存知ですけど、私はね本当にちょっと趣味で聞くぐらいな感じで、全然知らない立場としてツッコミというかですね、これは意味が分かりません、どういう意味ですかって聞きながら、はい、皆さんにも一緒に分かるように、はい、お聞きしたいと思います。音についてですね、はい、倍音と周波数からということで、はい、音の2大要素、はい、音の振動と音の高さ。1、音の振動、これは倍音。そうですね、はい、そう、音はもういろいろあるんですけど、一番重要なのが二大要素で、はい、振動と音の高さっていうふうに、思っております。で、2番目がその音の高さで、これがイコール周波数で、そうですね。で、それはちょっと私はね、どっちもこうなんか波形を描いてるんだろうなっていうイメージが浮かんでくるんですけど、どう違うのかわからないんですよね。倍音というのが、うん、あれですね、除夜の鐘のイメージですよね。除夜の鐘とか、はい、和太鼓とか、はい、そういったのボンと目の前で聞くと、うん、響きますよね。体ビリビリッとときますよね、はいはい、ビリビリっていうのがね、ゴワンゴワンゴワンっていうんですかね。そういうのが倍音で、いろんな音が共鳴し合って、元は叩いた時って一つの音のはずなんですけれども、それがいろいろ響いて、複数の音を聞いているっていうような形で、それで体の中に響いてくるっていうのはありますよね。複数の響いて複数の音になるっていうのは複数のどうなんでしょうね。例えば人の声も倍音っておっしゃってましたよね、はい、これはで、それで体感で自分の耳で聞こえるのっていうのは可視領域っていうんですか、自分の音が聞こえる領域って限られていて、はい、でそれ聞こえないところまで含めて、音が出てるらしいんですね。それは聞いたことあります。CD が、そうですね、上と下の音切っちゃってて、聞こえてない、そうですね、どうせ聞こえないんだから人間にはこの音域はって言って切っちゃったけど、はい、それがないためにちょっと癒し効果が減ってるみたいな。そうです ね、はい、で CD とかだと、ドって音が出たら、そのドしか聞こえてないんですよね、はいはい、だけど、ドっていうのを、自然の音で出た場合だったら、そのドが、オクターブ上だとか重ね合ういろんな音があって、その中でドを聞いてるっていうことになるので、複数の音一気に聞いてると。じゃあ周波数は、高さ、音の高さですね。例えばなんかあれですよね、そう周波数ってもっとあれ複雑なものなんかなと思ったけど、単純にシンプルに音の高さみたいですよね。で、その音の高さって、次にじゃあちょっと、次の資料、倍音は気温の上に重なるたくさんの音。それはこれ気温っていうのは例えば何、気温何でもいいんですよ、ラであったらラでいいんですけど、ラの上に、いろんな音が重なると、でも大体オクターブ上っていう言い方してますけどね、ラとその後上のラとか、それが一緒に。例えばじゃあ人間の声でそういうことが起きてるわけですか、そうみたいですよ。でそれでなんかそれは
なんか歌手によって違うみたいですけど、はい、なんか基本はオクターブ上っていうので重なり合うのが基本らしいですけど、はい、人によってはドと、まあ、ソトとかミとか違う音が倍音となって、はい、出る人もいるみたいですね。あ、やっぱりそう、そうか、ラとラが、下のラと上のラが出ているという感じなんですね、はい、まあ、イメージとしては。そうですね。あ、じゃあ、周波数は1秒間に空気が振動する回数、すなわち速さを表したもの、はい、1秒間に何回触れるか、それはあれですよね、よくその吹奏楽部の人とかがチューナーっていうんですかね、はい、そうですね、針がねこうビービーってなる、はいはい、あれでブーってやって、そうですね、今あれは何を測ってるんですか、何ヘルツって、まあ、でもあれもそう440とか442ヘルツとかっていうので、はい、チューナー、まあでも人それぞれでドレミファソラシドって言えば音楽って成立しちゃうじゃないですか、一、はい、人で歌う分には、でもそれ合奏ってなった瞬間に同じ音に合わせておかないと、はい、みんな音がずれちゃいますもんね。だからそれを一つに合わせるためにチューニング機って使いますよね。プーってやるとそのあれはどうやってるんですか、実際には、440に合わせますとなったら440のとこまで行くかどうか見るわけですか、針が触れるかどうか。そうじゃなくて440にセットしてなんかうまいことでブーってやるわけですか。でもそこって そこは細かく分かんないな。でも440の音が出たらその音に合わせて自分たちで調整できますよね、はい、あ、440の音を出すんか。そうそうそうです、そうです、それに合わせていくわけ、はい、あ、そういうやり方ですね。そういうことですね。あは、なるほど。でこれでも周波数で自分、はい、分かりやすいかどうか分かんないんですけど、あれちっちゃい楽器というのはすごい音が高くて、はい、で大きい楽器っていうのはすごい低い音ですよね。でそれなんでちっちゃい音だと、振動するのが、はい、ちっちゃい枠の中で振動するから、はいはい、いっぱい振動するからそれで高い音になって、はいはい、でそれで大きい楽器だと、うん、振動するのに時間がかかるわけじゃないですか、はい、だから振動するのがゆっくりになっちゃうからそれで低い音が出ますよっていう、うん、そういう仕組みなのかなという理解をしています。あ、なるほど。でも周波数は一緒なわけです、うん、また変なこと言い出しちゃった、うん、もうド素人の聞くことは本当にわけが分かりませんよね。いや でもいいんです。でもあれ基準となるラの音というのを、はい、合わせるんですから、はい、そうですよね。ラの音440Hz があって、でも高い音だったらその1オクターブ上のラかもしれないし、うん、低い音だったら1オクターブ下のラかもしれないですけれども、でもその基本の440だか444だかの音に合わせたら、それでまあ合わせるわけですよね、全部オクターブ違いで。ところは上のラで440 で、チューバは下の440っていう、はい、そういうことです、はい、あ、そうかそうか、そうですね、わかりました。次は音の2大要素の効果。1、倍音、はい、気温の上に重なるたくさんの音で心地よさを与える、うん、人工音には倍音はないと、そうですね、はい、これなんか、うん、はいはい、で2番周波数、これは心と体に良い周波数、悪い周波数があると、はいはい、これはどういうことですか。でこれ倍音でここをまあ分けたいのが人工音っていうのと、はい、それから自然音ということになると思うんですけれども、はい、まあ、人工音と言われるものについてはもう倍音がなくて、まあ、ドだったらドの音だけを聞いているということになってて、でそれ自然音だと、まあ、先ほどの重複になっちゃうんですけど、一つの音に対していろんな音を聞いてて、それがまあ心地よさっていうのを与えているっていうようなことを言われます、まあ、はい、あれですよね、この私たちの声もここでお互い聞いてる分には倍音が出てるけれども、うん、これを YouTube で聞く人は そうだ、それが倍音がないものになるわけですね、はい、そうそんなんですかね、そういうこと。いやでもそうだ、でもエレキギターってあるじゃないですか、はい、エレキギターだって電気つないだと、はい、つながなければ普通に音出るじゃないですか、はい、あれは多分倍音、はい、出てるかなと思うんですけど、でもそれをライブとかっていうと、うん、結局はその元の音ちっちゃいから、ね、スピーカーで大きく流すわけですもんね、うんうんうん、そうした途端に倍音なくなった人工音になっちゃうっていうことかなと、ね、ああそれはなるほど、はい、うわなるほどね、あそれでね、はい、そういうふうな理解ですね、違うわけですね、オーケストラ聴きに行くのと、はい、あのロックとか聴きに行くのはそう、ね、スピーカーから出てますもんね、そうですよね、うん、はい、
だからその生演奏をスピーカー使わずに生演奏を聴いてればやっぱりオーケストラ生で聴いたのと同じだと思うんですけど、結局盛り上がるから大音量でスピーカーでってことになりますもんね。で周波数は心と体に良い周波数、悪い周波数、これがソルフェジオの、そうですよね。で、うん、そうここのところをね、はい、大々的に YouTube で発表するというのはやっぱりね、ドキドキするところではありますけれども、そうですか、ね、でも良い周波数、うん、あくまでもそういう話だよと、そういう言われてるよっていうことであって、あくまでも科学的根拠があるわけではないじゃないですか。ソルフェジオがね、そうですね。そう、私も昨日ちょっと読んだんですけど、うん、なんかまあ、要するにそういう論文、これで体が良くなったとかね、うん、その周波数を浴びてたら具合が良くなったとか、はい、そういう論文があるわけではないので、はい、特にまあ科学的な根拠があるわけじゃないというふうに書いてあったん で、 そうです、ね、まあ、研究されてないっていうよう、ね、そうですよね。やっぱほら論文がいっぱいあって、これで証拠です、うん、エビデンスですってなるでしょ、うん、でだからそこへお金が出て研究する人がご飯が食べられて、うんね、でその論文もこう世に出してくれてというのがなければ、うん、証拠というのはないということになって、うん、非科学的って言われてしまう可能性も、ね、ありますよね、はい、でもどうしてもね、こう最近のいろんな YouTube とかこういう、マットフラットだったり、はい、フラットアースだったり、そういう関連の動画を見てることによって、はい、その非科学的とかって言われてるところに何か真実があるような感じしますよ ね、 そうですよ。やっぱりロックフェラーがお金出してくれなきゃ研究はできないですからね、皆さん、研究者は。そうですよね。ね、でもこうやってね、私たちがこう、うん、一人一人が興味を持ったところを ね、 ね、はい、調べていって、なるほどそうなのかと。だからどっちかというと、ソルフェジオ周波数がいいかどうかわからないというよりは、はい、440Hz が悪魔の周波数なんだよということを言い切るっていう方が難しいのかなっていうふうにはちょっと思います。440Hz が本当に悪い、体に悪かったりするかと、そうですね、脳をね、はい、おかしくしたりするかみたいなことですよね。そうですね、気分を落ち込ませたり、はい、ソルフェジオが体にっていう方が なんか体感として、まあ、はい、ありますもんね。私も今針行って出る先生に、うん、528Hz のソルフェジオがなんか遺伝子の修復をするとか書いてあって、それ流してもらえませんかって針打ってる間じゃあいいですよってやってくれると、やっぱりなんかいいんですよね。こうリラックスするっていうかね。そうですよね、うん、でもそこのいいんですよねっていうのはちょっと難しくて。そうです、そう思う、ね、そう、例えばうちの父親が昔、はい、例えばリポビタンデーがあるじゃないですか、はい、リポビタンデーを飲むと、これを飲んだから効いたんだって言って、それで元気になってると、それもまた正しいじゃないですか。成分としていいかどうかはちょっとかなり疑問ですけれども、うん、ただこれを飲んだら効くんだと思い込んでるというところが、なんかいいような感じもしますもんね。あれ私調べてないんですけど、リポビタンで多分カフェインとか入ってますよね、すごい、うん、であれカフェイン入れるとやっぱこうアドレナリンとか出て興奮するっていう、そうそう、でこう元気ね、もりもり出ちゃうんですよ、うん、でもその後多分疲れちゃったりとかしないかなっていうのはあるんですけど、うん、まあ、だから無理やりアドレナリン出す、うん、飲み物じゃないかなと思います。なるほど。うん、でそれで 440Hz を、はい、あと自分これは悪いんだって言い切るのがちょっと怖いと思ったのが、はい、世の中でポップミュージックとかジャズとかロックをスピーカーで聴いてる人がほとんどじゃないですか。その人たちがこれ全員悪いんだよって言ってるようなことになっちゃうんですよね。悪いものを聴いてると、悪いものを聴いてるんだよっていうことになる。でそれで先ほどのリポビタンデーの話と同じになっちゃうんですけど、このメロディーは綺麗だったり美しかったりとか、このロックのこの音楽が好きなんだよっていうのがあったら、それは間違いないじゃないですか、いい音楽だと。ただそれが音ピッチが低いから、まあ、悪い周波数聞いてるよっていうのが、まあ、自分が今言いたいところなんだけど、ただトータルで好きな音楽聴いてて心地よくなってて、まあ、そこで多少悪い要素があったっていいじゃないっていうところもあると思うんですよね。だから私そこがさ悪魔的だと思って、はいはい、ちょっとずらすんですよ。そうそうそう、ね、ちょっとだってこれから出てきますけども、444だったらいいんだっけ？そうですね、444、ね、444は心地よい音ならしいんですよ、はい、4でしょ、ただ 4Hz だけ下げただけでしょ、はい、悪い音がね、はい、440、はい、もう このなんていうか小細工っていうかさ、そうだから大体いい音楽、うん、だから 440Hz で綺麗な音楽流したらやっぱ綺麗ですもんね、そうそうそう、だからあんまりガクンと分かんないということですよ、はい、
ちょっとずつじわじわと蝕んでいくっていうんじゃないかな。その感じはね、そうおっしゃる通りだと思います。自分も同じことを感じます。ね、私らって若い頃はさ、うん、そういう音楽に熱狂してさ、はい、ね、ずっと聴いてて、うんうん、だからそれでこうじわじわ来るんだろうなと、うん、悪い作用がね、とは思いますけど、ね。だから本当にカラヤンとかばっかりを押しちゃうと、うん、その回し物というかなんか感じで嫌なんですけれども、うんうん、はい、ただ今まで聴いてたクラシック音楽だと同じ音楽に対してこの指揮者の周波数のピッチとこの指揮者のピッチっていうのを比べられるので、はいはい、そうするとやっぱりどうしてもカラヤンの方がカラヤンでいいなと思っちゃうと、そのピッチが低かったところだとどんより暗いなっていうのがなんかすごい感じるようになっちゃったので、はいはい、なんかこのカラヤン出てきたからちょっとカラヤンの、カラヤンですね、カラヤン、これね編集できましたらカットしますからね、大丈夫、そうカラヤン、私もその